賞キャンペーンを開催します。横で気になっちゃってることについて教えちゃいます。例えばギャラクシータブとセットでもう1台購入、または簡単操作のデジタルフレームのフォトパネルとセットでもう1台購入の同時購入なら機種から大幅値引きしちゃいます。詳しい価格はご来店の上ご確認をお願いします。もちろん最新機種もお得にゲットできます。気になる方は台数限定のためお急ぎください。いやこれ本当赤字覚悟でしょ。そうですね。ねえ、はい、何でしょセット買っちゃうキャンペーン。いやいやこれはセットで買っちゃうね。こう言われたら買っちゃいますよね。そうだよね。ギャラクシータブセットでもう1台購入、うん、ねデジタルフォトフレームのパネルセットでもう1台購入でも OK だということだと。だいたいもう1台の方を心の終わりこれはもう1台フューチャリングで買うしかないよね。フィーズゲーザーで買うしかないよね。
扱いで、あの怖いとこ、犬がいる怖いとこ取んなきゃいけない子供みたいで、あまりにも微笑ましくて、それをおじいちゃんがしっかり手に入って、あ大丈夫大丈夫って言いながら歩いてたのが、なんかついつい微笑んでしまいました。今回のセレンディピティという新聞、そしてアルバムセレンディピティの中には、そういうなんかこう本当にささやかな日常、でもこのささやかな日常っていうのがどんなにありがたいことで、あの素敵なことかって思えるような、そういう曲ばっかり14曲入ってます。あの弟が結婚した時に、あこんな気持ちで2人でね、共に寄り添って生きていけたらいいなと思うような、あの結婚式に向けての曲もありますし、自分自身がすごく孤独に苛まれた時に、新しく踏み出すんだぞっていうような思いで作った曲なんかもあるので、ぜひともセレンディピティ聴いてみてください。それでは、その中からアルバムの中からシングル曲になってます、タイトルはセレンディピティ、聴いてください。渡辺美里でした。